渡る、ニューカッスル戦の海外の反応がこちら。遠藤はリバプールにとって本当に素晴らしい契約で、中盤で何事も大騒ぎすることなく素晴らしい安定性でこなす。ディアスと遠藤は素晴らしい試合をしている。彼はリバプールに多くのバランスをもたらしている。ショボスライ、遠藤、カーティス・ジョーンズという中盤が生み出すサッカー、そして彼らがプレミアリーグをリードしているという事実は、本当に素晴らしいということだ。ジョエリントンにイエローが出ずに、遠藤がイエローはおかしい。うまくショートカウンターの起点になっていた。遠藤渡るは良いミッドフィルダーだ。過小評価されている。遠藤くんがいなくなると寂しくなるね。渡るのもう一つの驚異的なゲーム実に賢明な購入であることが判明。遠藤選手の素晴らしい試合がまた一つ増えました。アジアカップで離れるのが恋しいよ。